皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年の1月4日、13時36分、一応まあ普通の仕事の方がですね、今年は1月9日までありません、休日です。で、昨日なんですけども19時25分ごろ、岡場駅の近くの交差点、鳥貴族という、焼き鳥屋さんの目の前の交差点ですね。そこで、眞子さまらしき人を見かけました。まあ、最初の感覚、お風呂場の掃除をしていたときに、悠仁さまの声で3時30分って聞こえてきたんですよ。で、15時30分ぐらいに佳子さま来てるのかなと思って、家の外出て、で、一応買い物行って、戻ってきて、誰もいなかったと。前日に風呂掃除をしてなかったからかなと。たまたま、ほとんどの日は、家の中一通り拭き掃除と、お風呂場を掃除したりとかはしてるんですよね。で、そう、昨日、雑巾がけ終わった後、風呂場に、その雑巾がけ終わった雑巾置きっぱなしにしていたなと。それで、なんか違う情報をコンピューターが言ってきたのかなとか、そう思ってたんですよね。で、ああ、もう誰も来ないのか、今日は、と思って、もういいかと思って、ちょっと遊んでいたり。テレビ見たりとか、そういうことをしていて、その後、17時ぐらいからですね。で、夜買い物行って、その帰り、家の中で、佳子さまの動画とかを見ていたときに、電波で聞こえてきた声は、眞子やなとか、なんかそんな声が聞こえてきたんですよ。で、19時25分ぐらいに、鳥貴族という焼き鳥屋さんの前の信号のところで信号待ちをしていたのが、もしかしたら眞子様じゃないかなと。後ろからは絶対わからないですよね。で、横から見たときに、目元だけ見ると、もしかしたら、貸したらというところで、ちょっと正面から見てみようかなと、こう覗き込みしたら、その隣にいた女性、仮に眞子様としましょうか。僕もこうやって、向こうの方を見るんですね。見えないですよ、顔が全然。横の辺ぐらいしか。マスクはしてましたね。ちょっとこんもりしたようなマスクというか、だったような気がします。後で思い出したのは、そういえば着てる上着とか、そうなのかな。ゲイオスラ機能の画像ですね。僕の方は、一応これ、ちょっと立っときません。こういう、冬場は絶対上着着てるんで、あとは最近はこういう、フード付きの、こういうものを着ていると。それだけでも、あとは眼鏡かけてるかどうかで、かなり淡井圭介は特定できると思うので、そこで仮に眞子様だったとして、こっちが顔を見ようとしたときに、向こうもこうそっぽ向かれていたら、避けられているみたいじゃないですか。で、昨日の晩、それで雨。で、今日の昼間も、探した護衛所の吉本さん宛に、ちょっと動画を作ってたんですけども、それを行っていて、途中で雨と。で、その後どうなったかって言ったら、
晴天です。あの一応道路見てもらったら分かると思いますけど、ちょっと濡れてますよね。まあそういうことです。で、一応ね、昨日もそのまあ声かけてみようかなと思ったんですよ。河合圭介ですけども、眞子さまですかって声かけようかなと思ったんですけども、最終的に結論なんですけども、声かけれませんでした。ちょっとねこの辺が苦しいんですけども、なぜそうなるかの仕組みですね。だからそれをまあもし今日誰かが来た時に声かけれるように自分から、あの家の中でね、あの 声を出して、自分から声をかけるとか、うん、日々言わなきゃ声かけれないのかな、何なのかながちょっとよくわかんないです。それとも昨日その15時30分っていう被災者様の声で買い物行ったけど誰もいなかったと、もう一回でその後遊んでいたと、その遊んでいたことが原因で声がかけれなくなっているのか、何か仕組みがあると思うんですね。まあまあ今日はもうちょっと今のところ様子見ですね。だからさっきまあ雨が降ってきた時に、まあ、曇り行くのでだいぶ北の方どうかな、南の方、さっきあの北の方を撮影したんですけども、さっき南の方はねだいぶ一部この辺りだけが晴れていて、あ、雲もまただいぶ残ってますね。北の方から今晴れてるような形になってるのかな、あの辺りを中心に。昨日その眞子さまらしき人にも、うん、声とつさにかけれなかったのと、まあ、どういうような話をするかっていうことはあらかじめ考えてなかったら、まあ眞子さまだったらその結婚の話をすると、その辺のところは目的発揮してるからすぐに頭の中で描けるんですけども、唐突に眞子さまが来られた時にどんな話したらいいんだろうはありましたね。だからまあ一応それも今考えていって、まあ、すっと何か話せる内容をあらかじめ用意してないから話しかけれなかったのかな、なのか。まあ今ちょっと思案中ですね。まあ従来通り行動はしてみようとは思ってますけども、まあ行動って言っても結局半額とかの狙いの。だからまあ夜19時半あたりかな、19時15分から半ぐらいの間にそのイオンモールとかに買い物行ったりとか、まあ、結局はそういうことになるんですけども、昼間とか朝方で佳子さまって歩いていたことありましたっけ。昔眞子さんは僕に声かけましたよね。で後からね、家帰ってから思い出したんですけども、その眞子さま、その昨日着ていた眞子さまも茶色いコートみたいなのを着てたと思うんですよ。昔も確かそうだったと思うんですよ。まあ、これを僕はいつまで覚えていられる。まあ、眞子さまだったとしたら正直そちらから声をかけていただきたいですね。以上です。まあとりあえず気がついたことを述べておこうかなと思って、メッセージとさせていただきます。以上です。2023年1月4日15時59分。
先ほどの続きですけど、まあこういうふうな形で、晴天となりました。まあ YouTube にアップロードしてる内容とか見ていただいたら、理解できるかと思います。